どうも皆様こんにちは。ありがとうございます。神奈川県大井町からやってきましたスイッピーです。拍手をかけありがとうございます。さあ、そして私がですね、その大井町の笑顔特派員というものに任命していただきました吉本の笑い芸人スベリーマキュリです。ありがとうございます。はい、私もキャラクターとして捉えてくださいませ。はい、ということで、じゃあちょっとスイッピーもうちょっと真ん中行く、もうちょっと真ん中行けるかな、もうちょっと前の方にね。はい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 、ありがとうございますね。写真もいっぱい撮っていただいて。さあ皆さんですね、神奈川県大井町から来たんですけれども、皆さん大井町ご存知ですか？知ってます？やっぱちょっと少ないですよね。あのね、東京にも大井町であるんですけども、そちらではなく神奈川県の西側にありまして、小田急線の新松田駅から御殿場線に乗って5分ぐらい、車ですとね、東名高速あれの大井松田インター、あそこを降りてすぐのところがその神奈川県大井町になります。今日はですね、その大井町から来まして、スイッピーはね、あの町の50周年記念ということで誕生しまして、そしてですね、今60周年になってるんですよ。大井町が誕生して60年ということでですね、その記念でさらにですね、精力的にいろんなイベントに出たり、こうやってキャラクターサミットの方にお邪魔しております。さあ今日はですね、皆様スイッピー、そして大井町のことをたくさん知っていただきたいなと思いまして、クイズコーナーを用意してきました。スイッピークイズコーナー、ありがとうございます。鳴りやまない拍手ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、皆様優しいですね。ありがとうございます。さあ、じゃあ今からね、問題出しまして、答えが3択になってるので、正解だと思うものに手を挙げていただけたらなと思います。さあそれでは第1問いきたいと思います。ババン、スイッピーはこの通り丸い形をしていますが、何の形を元にしているでしょう。さあ、じゃあ1、卵ね、この白い丸丸とした感じ、卵ですかね。2番、お米。さあ大井町はね、水が美味しくてお米も美味しいんですね。田んぼもいっぱいあります。さあ2番お米なのか、3番、アルファベットの O ね、大井町のこうイニシャルを取って O。 さあこの3択なんですけども、皆さん分かりますでしょうか。じゃあちょっと正解だとね、思うものに手を挙げてください。さあスイッピー、何の形を元にしているでしょう。1番卵だと思う人、お、若干いらっしゃいますね。じゃあ2番お米、お、多いですね。3番、アルファベットの O、 あ、3人ぐらいですかね。わかりました。じゃあ正解の方を発表します。正解は3番アルファベットの O。 そうなんです、そうなんですよね。なかなか分かりづらいんですけども、大をね、大井町の大を取って、この形になっておりますね。さあそれでは第2問いきたいと思います。第2問、ババン、スイッピーのこのお腹のあたりにあるこれね、こちらですね、何の花でしょうか。さあ分かりますかね。1番、金木犀の花ね、金木犀の花はですね、大井町の町の木になっております。さあ金木犀でしょうか。そしてじゃあ2番、梅の花ね、大井町のですね、町の鳥目白に合う梅の花。さあそして3番、水仙の花。水仙はですね、大井町の町の花になっておりますので、この3択でいきたいと思います。さあじゃあ1番、金木犀の花だと思う人、お、金木犀。2番、梅の花だと思う人、あ、いない、ゼロ。3番、水仙の花だと思う人、あ、多い、いいですね。じゃあ正解発表したいと思います。正解は3番、水仙の花です。おめでとうございます。素晴らしいね。スイッピーですからね、名前もそちらから来ておりますね。可愛らしく1、2、3、3つついております。さあそれではですね、第3問です。ちなみに今まで全問正解してるよって方、あ、全問正解してます。あ、いいですね。これ全問正解しますと、あの、あちらの気球あるじゃないですか、気球の入り口のところで、さっき大井町のクイズ全問正解しましたって言ってみてください。はって言われますから、はい、
何ですかそれって言われますからね。あ、スイッピーもちゃんとこけてくれるんですね。ありがとうございます。さあ、じゃあ第3問いきたいと思います。第3問はですね、スイッピーの好きな食べ物は何でしょうか。1、大井スイーツのフェイジョアクレープ、2、大井スイーツのケークショコラ、3、大井スイーツのフェイジョアアイス。さあ、あれ、ちょっと待ってください。でもこれ全部これスイッピーの好きなものじゃないですか、これね。えスイッピー全部好きでしょ。おうなずいた、ありがとう。そうなんですね、大井町のね、食材を使ったこう大井スイーツっていうものがありまして、スイッピーはそちらのスイーツ全部大好きでございます。はい、特にですね、フェイジョアという皆さんね、聞いたことありますかね。珍しいちょっと果物があるんですけども、このフェイジョアを使ったスイーツが一押しとなっております。今年はですね、アイスクリームも作ったので、ぜひ皆さんにも食べてほしいですよね、スイッピーね。はいね、スイッピーもおすすめの一品でございますから、ぜひですね、大井町に来ていただいて、いろいろ売っておりますし、イベントなどでもね、販売しておりますので、ぜひ皆様大井町に遊びに来ていただきたいなと思います。さあ、ということでですね、大井町のアピール十分できた、スイッピー。 OK、 ありがとうございます。はい、ぜひね、あのブースもございます。写真などね、いろいろ撮っていただけたらなと思いますので、よかったらスベリーともね、撮ってくださいね。さっき子供に断固拒否されました。はい、ありがとうございます。さあ、ということで以上、神奈川県大井町のスイッピーでした。ありがとうございました。